どうもニューヨークです。お願いします。はい。北海道の帰り道のタクシーでございますけど、はい、ちょっと運転手さんにお願いして今 YouTube 回させていただいてるんですけど、はい、やっぱ北海道といったらグレイ。そうだね。しかも函館、あ、函館か、ここ札幌か、うん、まあでもそうやな、俺らの世代でもありますからね。まあラルク大好き芸人でも出させていただいて、まあ同じぐらいグレイもラルク派かグレイ派かっていう話もさせてもらったんですけど、本当にそれぐらいやっぱまあグレイよ。何、もうじゃあパッとグレイって言われて最初に思い浮かぶ曲何？俺はね、ミッシングユーなんだよね。どこまでも白い雪のようなあなたに降る夢のつぶたなんだよね。運転手さんすいません、これぐらいの感じで歌っても大丈夫ですか？僕は全然僕は全然いや珍しいって、その冬っぽい曲やのに。だからウィンターゲンじゃないの？ラルクでいうピーシーズみたいな感じかな。俺その曲がやっぱ一番好きなんだよね。ミッシングユーね、これ聞いて。ミッシングユー俺あんま知らんかった。あ、やっぱ知らない。そうなんだ、めちゃめちゃいい曲だけど。俺はベタにやっぱ唇でで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 唇に奪われたあの愛の蜃気楼の中で乱れていた俺の希望、どうでもいいと悪魔のささやきに今お前の手招きに揺れて破裂しそう、触れ合う唇焼けるように熱くなる。てんてんてん、え、そんな長いこと歌っていいの？じゃあ俺も続き歌わせよ声を届けてよ、いつものように、それだけで今日にさえ変わる。大丈夫ですか運転手さん？すいません、はい、大丈夫です。ありがとうございます。本当に最高のタクシーに乗ったかもしれない。ほら広いわ。やっぱね、グレーはいいのよ。ラルクももちろんいいけど、グレーもいいんやろな。なんで、そのさ、またすごいのがさ、うん、やっぱ同時期にさ、俺らのほんと2大ロックバンドじゃん。そう、ほんと桜木とルカみたいなもん。そう、2人も、2組も同時におったって。しかもさ、メンバーが、これたまたまなんだけど、うん、どっちとも4人組でさ、うん、確かに。今もずっと解散せず、その4人でずっとやってるのすごくない？確かに。今も。確かに。しかも、実はこれあれだと思うんだけど、メンバーの全員名前を入れるバンドってマジで希少だと思うんだ。なるほど。グレー、タクロ、ヒサシ、ジロー、うん、でラルクも4人いるじゃん、うん、そんなバンドって実はいないんですよ。しかもさ、今あのグレー、タクロ、ヒサシ、ジロー、そうやね、俺も思った。グレー、タクロ、お前テル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 、お前グレー、タクロって言ってたよな。言えてねえやなこいつ。あれ唇とさ、もう一個さ、唇っぽいやつなんだっけ。あれ何だっけ、名曲めっちゃ多い。一緒に出したやつ違います。誘惑だ。 あれ誘惑どんなんだっけ。時に愛は二人を試してる Because I love you、 キーワードい視線を振り切って、おーおーおーや誘惑はなあ。そうやね、うん、めちゃくちゃ名曲あるけど、その同時に3枚同時あったよね。それちょっと教えて。3枚同時何だっけ。2枚同時じゃなくて2枚か。覚えてる、俺買ったもん。あのね、似てるのよ、ジャケットが。あ、だから誘惑と、もう一個何か分かる、誘惑と、うん、ピュアソウル。あー惜しい、ソウル残しソウルラブだ。そう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 。不意に心を奪った瞬間のあのときめきよりもまぶしい踊り、いつか出会う夢の中を愛のままに待ち焦がれていた、あなたと落ちてる。あー、でもこれなんか本当俺らの世代な感じする。ていうか覚えてるもんね、歌詞を。お前すごいよな。マジ覚えてる。俺歌詞あんま覚えてないね。あと戸惑いね。戸惑い学んで汗流していつも何かに傷つきながら迷って悩んで決めた心にこれいいんだよね、戸惑い。俺戸惑いが、戸惑いめっちゃ好きなの。戸惑いめっちゃ好き。あれ、あれ何やったっけ。せせれなうよー
二人抱きしめた恋を、チェラネヌに戸惑いの意を、ねねねねねね、会わなければみたいなやつ、あれめっちゃ好きやった。あとやっぱグレーと言ったら、CM ソングなんだよね。俺が一番最初に好きになったのは、アルペン。スノーボードの CM の曲、グロリアス。恋恋焦がれ恋なく心から愛しいよ、ティーネージメモリーさ、いいえの日々。でも好きで言ったら、あの広瀬香美さん、ゲーター揺れる回るフル切ない気持ちいいの行くの。お前好きで行くの今、グレーなんだよ。あれも良かったわ、俺グレーだから。水野のね、水野かな、ちょっとマニアックなんだけど、何の CM か忘れちゃって、曲名忘れちゃったけど、揺れる日差し照らされ歩いてた日々、いつの間に。これもいいんだよね。ちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、グレーやっぱね、聞かせるのよ。彼女のモダン、あーうなずは彼女の刺激、うなずは彼女の刺激、君はドレスに裸足のままで、いいなぁ、やっぱ蘇ってくるね。サマイバルとかどんなやつだっけ。どこまでも広がる空に光が差して、チーク最後の日になってよくもらって、お前ダムとイブになれるわ、イエス。お前歌詞すごいね。お前炎のチャレンジャー出たらいけるわ、やっぱグレーは歌詞すごいわ。お前グレーいけるわ。ちょっと一回気になったんだけど、あの、運転手さんが一回も笑ってない、ね、いや、そうすいません。運転手さん北海道の方ですか。はい、もうもちろん。グレーはやっぱ好きですか。そうですね、あの、昔から、やっぱ北海道といえばっすよね。ペルさんはね、パフィーのアミさんとご結婚されてね、うん、俺パフィーはアミちゃん派だったから、やっぱうん、なんかビッグカップルだったな当時は。でもやっぱウィンターゲームいいけどな。あ、まあね、会いたいから恋しくて、あなたも思うほど、ふーふー違う違う違う、えそんなんじゃない、そんなんじゃないから、そんなんやった気すぎる。あれ良かったよ、そんなんじゃない。あの最後のね、思い出にはのとこが最後は、うん、思い出にはすごいんだよね。グレーの格好でやっぱあんま、あの見た目変えないっていうの、その髪型とか、ジローさんとかもずっと、久志さんも見た目髪型あんまり、いや、ジローさんはちょいちょい変えてんで、やっぱファッションリーダーやから、グレーの中で。あのジローさん本当にね、あの V6 のあの人くらい老けないから。岡田くんもそうだけど、三宅くんくらい、次郎さんって三宅くんくらい、三宅くんは確かに変わってないから。マジで。あと次郎さんのすっぴんめっちゃかっこいいね。ほぼすっぴんみたいなメイクだったけどね。でもなんかね、一回ね、あのギターの雑誌ギブスやって、ギグスやったっけ、ギグス、ギグスで次郎が表紙の感があって、うん、であまりにもかっこよすぎてみんな買ってたもん、普段買わんやつも。はあ、 B ラブだわ。ビーラブドのギターとか練習してなかった。ビーラブド、ね、どんなやつ、あ、違う、ビーラブド売れたな。ビーラブドいい曲だったな、確かに。ビーラブドめっちゃいい曲、うん、あのギターのイントロめっちゃなんか練習した気する。え、ビーラブドです、どんなサビだったっけ。いや、ガテクールーすね。あ ー, あーめっちゃいい、はいはい、もうどれぐらい歩いてきたのかから始まるわ、いける。あ、もうどれぐらい歩いてきたのか、街角のやつをいけてる飾るひまわり面倒な恋を重ねてきたけど、
あ、忘れた。思い出すたびに、思い出すたびに切なさ募る。あ、次これね。忙しい、忙しい毎日の溺れて、溺れて。あー、ダメだ、ダメだ。素直になれぬ中でなんかね、うん、じゃサビ言ってくれよ。忘れ、嫌がってくる。それぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけど、あなたがそばにいてくれたら巡りくる恋心、どんな時もいいね、Bラムド、いいね。いい曲めっちゃあるな。めっちゃあるわ。やばい、うん、グレー。やばすぎ。確かグレーってグロリアスからドンと来たんだよね。うん、ですかね、うん、いや、グロリアスですよ。グロリアスだよね。グロリアスちょうだい、どんなの。夜の午後の青空と長生きな笑顔たちは果てのない景色を眺めて同じ地図描いてた。誰一人別々のゴールに向かうこと、さよならを言葉にはできずはしゃいでる。恋に恋焦がれ恋に泣く心から、愛しいよ、ティーネージメモリーズ、永遠の日々忘れない、ゴーリーデイズ、ゴーリーデイズ、追いかけている Yes, yes, the my glorious だね。やっぱ北海道で歌うグレーはね、いつもより来るね、来るし、よかった、蘇ってきた、やっぱ雪見ると、うん、今すぐこっから公式のグレーの曲飛んでください。一回 耳直してください。グレーやっぱ YouTube やってるね、うん、ということでありがとうございました。あのグレー、あのなんか言ってる、あのみんなでメンバーで、最近みんなでメンバーであの酒飲んで、うん、英語言ったら罰金飲み会。めっちゃおもろそうや、うん、うん、まずグレイなんてほとんど英語なんから、曲は日差しが回してるから。イエーイ、大好き。めっちゃオッケーです。意味ないよ、気持ちいい。いい声、このチャンネル見た方は、わー、一人一杯までサービスいい、めっちゃいい、僕らからのおごりです、あんま言わんやん。知ってそうだよ。知らないけど、知ってそう、知らない、平でそう宣言もいらないし、意味わかんないし、平でそうや、勝手に動けよ、勝手に動けよ、ただ匂わせんな。何だそれ。高橋さんにちょっと、東京にいる高橋さんに、せーの、高橋さん大好きです。ありがとうございます。